2008年秋、それは麗しき乙女たちが並み居る強豪を相手に歴史に残る走りを見せつけた季節でした。秋競馬最初の G1 第42回スプリンターズステークス、一番人気はスリープレスナイト。ここまでダート戦を含め4連勝と勢いに乗る彼女、レースでも好スタートを切ると先行争いを見ながら好位置で流れに乗ります。直線に向くと牝馬とは思えない力強いフットワークで抜け出し快勝。初めての G1 挑戦ながら堂々主役を演じ切りました。また鞍上上村博之騎手の涙も多くの共感を呼びました。ウォッカ、ダイワスカーレットのライバル対決にこの年のダービー馬ディープスカイの参戦が話題を呼んだ第138回秋の天皇賞。1番人気はウォッカ、2番人気はダイワスカーレット。人気面でも牝馬2頭が上位を占めました。スタートしました。レースはダイワスカーレットが抜群のスタートを切り、そのまま先手を取る展開。直線に入ると粘るダイワスカーレットにディープスカイとウォッカが並びかけ、さらにゴール前ではカンパニーも加わる大接戦。ウォッカかウォッカか、ダイワスカーレット並んだ、ゴールイン。この名勝負を長い写真判定の末1分57秒2のレコードで見事制したのはウォッカ。2着にもダイワスカーレットが入り、天皇賞では50年ぶりの牝馬によるワンツーフィニッシュとなりました。淀のマイルで歴戦のボバを打ち破ったのはブルーメンブラッド。前走の府中牝馬ステークスで重賞初制覇を飾った彼女、陣営は次走に距離適性を考えマイルチャンピオンシップを選択。この距離に対する自信の高さが伺えました。カカリンが離れました。スタートしました。レースでも道中は馬群の中段でじっくり足をため、直線鋭く抜け出すと一番人気のスーパーホーネットの追撃を振り切り優勝。なんとなんと内から可憐な大輪が見事花開いた瞬間でした。暮れの大一番第53回グランプリ有馬記念、堂々一番人気に押されたのは天皇賞の雪辱に燃えるダイワスカーレット。前走の後は目標をこのグランプリ1本に絞り調整。有馬記念は前年2着に敗れているだけに、このレースにかける思いは誰よりも熱いものがありました。スタートしました。今回も好スタートを切った彼女は先手を取ると、そのままマイペースに持ち込み一人旅。さあ先頭はダイワスカーレット、外から祭りだごっこ。あと最後の直線に入ってもその勢いは衰えず、束を寄せ付けない強さを見せてゴールイン。牝馬としては37年ぶりのグランプリ制覇という偉業を成し遂げて、この秋の牝馬の活躍を締めくくりました。2008年秋、乙女たちが駆け抜けたこの季節をいつまでも忘れないでしょう。